今僕敦賀にいるんですけど、福井県のね敦賀にいるんですけど、これこれなんか面白くないですか。これこれね、うん、駅名表じゃないですか。これ JR の西敦賀って駅なんですけどね、敦賀の隣の駅、敦賀ってね、まあ関西の人からしたら新快速の終点ですよね。なんかあれ10年前かな、からその敦賀までね新快速って行くらったじゃないですか。でそう敦賀って駅は、まあ、大きいというか、まあこの辺では結構大きな駅なんですけど、そこからローカル線、この線の名前なんていうか忘れたんですけど、あの舞鶴までね行く路線があるんですよね。その敦賀から日本海沿いに、ず日本海沿いじゃないのかな、まあちょっとこの辺の地理よくわからないんですけど、まあ、とりあえずオバマとかね、オバマには行かないのかな、あーちょっとわかんない、おいやこれオバマ線って名前だったと思うよこれ。まあちょっとねよくわかってないんですけどね、うん、だから敦賀から大阪の方に向かわない路線ですよねこれね。そうだから ローカル線なんですよ。ローカル線で一駅行ったところにこれね西敦賀って駅があるんですけどね、今そこにいるんですけど、なぜかそこにいるんですけどね。そうなんかね今ね、だからこのちょっとぐるって今回しますよ、ぐるね、ここから今ね、上がってきたんですよ、ね、西敦賀から電車乗ろうと思ってね上がってきて、でね駅の入り口どこかなと思ったらね、ぐるっ、あれそう、これが入り口だったんですよ。これがね入り口で、あこれが入り口かと思ってね、横を見るとこんなとこにね駅名標があるんですよ。西敦賀、面白くないですか。伝わらないですかね、これこの面白さ。あんまりこんなの見たことないんですけど、ローカル線だったらよくあるのかな、こういうことね。北海道とかだったらもしかしてよくあるのかもしれないですね。でね、これね、ね今のだからね、駅名表ここだったでしょ。これから、この、今これ見てくださいね、これね。で、これ、方角を変えると、方向が変えると、ほら、こっちにも、こっちから見ても、西敦賀。ね。こっちから見ても、西敦賀。味わい深いですね。うん。まあいいや。でね、はい。じゃあ、ローカル線の紹介します。まあね、僕のね、その動画を見てくれてる方々もはね、多分、みんな田舎っていうか、そのローカルな地域に住んでる人も結構いると思うんですよ。そういう人からしたら全然これ、まあ珍しくもなんともないと思うんですけどね。なんですけど、まあ、都会に住んでる人からしたらね、こういう駅ってね、珍しいでしょ？だってまずね、改札ないんですよ、これ、改札。ないでしょ？駅舎もないし、ね。もちろん駅員さんいないし、はい、ぐるっ。ほらこの雰囲気いいでしょ。僕もうわーいいな、これなんか味わい深い。僕は邪魔らない、ほら味わい深いでしょね。はい、じゃあその あそこになんか建物っていうか、な何あれ待合室があるか、ちょっとそこまで行きましょう。でそこまでちょっとね僕トークつなぎますね。でね、僕なんで今、まあ、西敦賀こんなとこにいるかっていうとね、青春18切符でねちょっと旅行してたんですよ。まあ、その動画またね出します。あ、ほら、あ、これね、これはまあ普通の、まあよくあるね、駅名表ですよね。ほら、ね、西敦賀でしょ？で、その隣、敦賀なんですね。そう。だから、でもこの向こう行っても大阪じゃないんですよ。この向こう行くと、福井県をずっと横断していて、京都まで、京都の北の方ですよね。あ、そこもね、味わい深いんですよ。京都府なのに、その京都市から結構遠いっていうかね。あ、なんか、ガタンゴトンって言ってない？あ、違うか。まあまあいいや、まだ来ないはずだからな。そう、あれ何言ったか忘れた。あ、そう、京都北部ね。そうだから敦賀から福井県から京都北部を結ぶ路線なんですね、これね。そう、味わい深いでしょ。うん、まあでもやっぱりその2つともね、まあ、京都北部も福井県も、まあ、その人口としてはそんなにまあ多くはないわけですよね、その大都市圏に比べたらね。だからやっぱりどうしてもねローカル線になってしまうんですけど、ほら、わー、これなんかいいな、味わい深いな、この感じ、昭和の雰囲気がそのまま。ん？締め切りって書いてある。あ、こっちか。こっち開けるんですね、これね。はい、開けまーす。やっぱりね、福井県、北陸ですから結構寒いですからね。中入ると、あ、ちょっとあったかい。ちょっとあったかい。暖房がついたわけじゃないのかな。わけじゃないけど、わー、この雰囲気いいな。来てよかった。これ見てくださいよ。わ、こんなローカルな駅だけども、こういうなんかそのね、ハイテクななんかありますね。これね、ほら、列車運転情報です。ご覧ください。はい、今、現在対象範囲に事故、遅延に関する情報はありません。うわ、すごい。へぇ、こんなスマホで調べなくても、これ押してくるんですね。あ、いいじゃないですか。はい、じゃあ、ここの本数を見てみましょう。ほら、じゃじゃーん、いい。香ばしい本数です。いいですね、1時間に1本。まあ、だいたい1時間に1本あるけど、なぜか11時台だけないです。あ、9時台もない。
はあ、え、でも、え、あ、そうかそうか、まあ、小浜方面はそんなにね、あれ、その、こっち側だけ見るとね、朝ラッシュは存在しないなと思って、ね、だって1時、朝ラッシュ時の時間帯、2本しか電車ないじゃないですか、まあ、なんですけど、これ、小浜方面、小浜とか東舞鶴方面だから、まあ、その、都会方面じゃないというかね、まあ、田舎に行く方だからですかね。で、これこれこれ、通過方面。通過方面は1時間に2本、7時台2本、しかも、あ、でも土休日運転休止って書いてますね。なるほど。で、あ、逆にこっち8時54分は休日だけ運転するみたいですね。ほー、なるほどね。ほー、まあ、やっぱラッシュで、あ、8時、あの休日はね、やっぱその遅めに起きて、ちょっと8時54分かちょっと敦賀の、中心部に遊びに行こうかなとかね、あ、京都とかね、長浜とか、長浜に遊びに行かないかな、まあこの辺で一番近いまして長浜かちょっと分かんないですけど、遊びに行こうかなとかね、なるんでしょうね。うんうんうん。でね、今僕が乗ろうとしてるのは、今大体ね、時間が、あ、時計ね、ちょっと携帯使ってか分かんないですけど、今5時10分とかなんですよね。で、5時23分発、これ乗ろうとしてます。さあ、まだ早く来るから、あ、でね、はい、これ運賃が書いてますね。はい、敦賀まで190円、まあ安いですね、まあそんなもんですよね、見えないかな、まあ、まあどうでもいいかな、この話、まあまあいいや。で、これずっと行って東舞鶴まで1520円、高っ、そんなするんですか。だから大阪とかは書いてないんですね。あ、まあ、この小浜線の運賃だけ書いてるんですね。はい、まあまあそんなもんですかね。うん、これ以上伸ばせないな。今ね、6分50秒になったんですけどね。じゃあ、よし、じゃあせっかくなので、今回のね、旅行、なんか何の旅行をしてるかっていうとね、青春18切符をね、3回残りを買ったんですよ。でも、そのうちの2回をね、3回買って、そのうちの 2回を、使っちゃったんですよね。他の旅行で、ね、使ったんですよ。その動画も出しますけど、ね、でその1枚余ったので、それをね、ちょっと今日1月10日なんですよね。その青春切符です。1月10日までなんですよ、うん、でその何もったいないからね、あ、で なんで3回、あ、ちょっとなんか話がごちゃごちゃしてるんですけど、なんで3回残りを持ってたかというと、1月の4日ぐらいかなに、チケットショップに行ったんですよね。金券ショップ。これなんか前の動画で言ってるような気がするけど、まあまあいいや、それもう一回言いますね。10分にするために。うん。でね、金券ショップに行ったらね、ちょうどね、3回残り、青春18切符の3回残りが売ってたんですよ。青春18切符ってね、5枚綴りなんですけどね、普通に買ったら。前はね、1万1500円で、5回使えるあれだったんですけど、あ、ちなみにね、僕はマフラーね、これ、もうめんどくさいからタオルみたいにかけてるんですけど、またね、電車乗ったら、外しますからね。そうそうそう。うん、で、ね、青春18切符で5枚綴りで売ってるんですけどね。だから、普通に買ったら、もう1万、今、1万2000円ぐらいしたかな。1万2000円ぐらいかけて出して、5電車来てないな、うん、5枚分ねを5回分を買わなきゃいけないんですけど、裏技があってね、まあ、金券ショップに行くと来てない、なんかブワーッと音するんですよね。関係ないですよね。うんうんうん。何だったっけ、何の話だった、あ、そうそうそう、だからね、普通だったら5枚分をね、5回分を1万2000円払って買わなきゃいけないんですけど、裏技としてね、チケットショップに行ったらね、3回残りのやつとかね、2回残りのやつとかが売ってるんですよね。まあ、それ売ってるってのは何ていうか、誰かが売ったんですよ。うん、5枚綴りを買って1回か2回ぐらい使って、で売ることができるんですよね。うん、だからそれを買う、だから金券ショップでそれを買うこともできるし、逆に 5枚綴りのやつを買って、ね、1万2000円ぐらい払って、それを買って普通にね、駅で買って、で3回分、2回ぐらい使ってね、で 3回分残るじゃないですか。そしたらそれをチケットショップに売りに行くこともできるんですよ。うん、まあ、そういうやり方があるんですね。あ、で何その今5回って言ってるのは、まあ、もう今もう青春18切符何も知らない人に説明してるんですけどね。うん、だから5日分なんですよね。1日1回1個分ね。だからその何、あ、説明が下手だな。うーん、だから1回で1日 JR が乗り放題になるんですよね。お、なんか動いた今。お、なんかいる。まあまあいいや。特急となんかこっちになんか、ね、今動いたんですよ。猿かなんかいるのかな。まあ、特急とかね、まあ青春18切符、特急と新幹線以外の JR 快速とか各駅停車とかがね、乗り放題になるんですけどね。そう、それの3回残りを僕は買ったんですね、1月4日に。で、そのうち2つを別の旅行で使って、まあ、それもうすぐまたね、メインの方でアップしますけど、で、残りの1回を今ね、福井県の方まで来て、消化したと。うん。
はい、ってことで10分になったのでさよなら。裏ドスコ見てもらってありがとうございます。ローカルなね駅の紹介でした。こっちもね結構味わえるかこの感じ。ほらどうですか、もうすぐね向こうの方から電車が来るんですよ。ローカルの電車がカタンゴトンって来るんですよ。うん、まあその様子はねまたね、それ多分裏ドスコでその動画を出すと思います。今回ね裏ドスコ用に初めてね旅行したんですよ。裏ドスコ専用旅行ですよ。うん、まあこの言い方っておかしい気がするけど、まあいいや、はいはい、さようなら。裏ドスコ見てもらってありがとうございます。